明治神宮外苑競技場。明治神宮外苑競技場。明治神宮外苑競技場。明治神宮外苑スタジアムは、東京、青山の明治神宮外苑内に1924年、大正13年に完成し、1957年、昭和32年に取り壊された陸上競技場で、翌58年に完成、2015年に取り壊された、 国立競技場の前身にあたる施設、近代日本における最初の大規模スタジアムであった。設計は内務省明治神宮造営局技師小林正和である。小林は世界の有名なスタジアムを参考にし、当時として最新鋭の設備を備えた。基本構造は南北方向に配置されたトラックと西側に設置されたメインスタンドであった。 メインスタンドの両端には塔が建てられ、北側の塔には大時計がついていた。よく、明治神宮外苑競技場は、ストックホルムオリンピアスタディオンを藩として建築されたと言われることがあるが、後藤武雄はこれを俗説であるとする。その理由として、設計において様々なスタジアムを参考にしていることを小林自身が著作。 明治神宮外苑工事についての中で述べている点、さらに二つのスタジアムの共通点であるとされるメインスタンドの塔と計塔が実際にはウェンブリースタジアムなどに見られるように当時の世界のスタジアム建築での流行であったことを挙げている。楕円形のトラックは一周400メートル、メインスタンド側の直線部分を延長して200メートルの直線コースをとっていた。 この部分は幅12メートルで9レーンが取れた。それ以外の部分の幅が10メートルであった。トラック内のフィールドは、サッカーとラグビー及びホッケーでの使用を想定し、長さ160.58メートル、幅67.39メートルで、芝生が植えられていた。跳躍や投擲といった陸上種目のスペースは、トラックの端の半円形部分に設置された。メインスタンドは、 鉄筋コンクリート作りで中央に特別席を備え、26段の一般観覧席に13,400人の観客を収容できた。スタンド内部には事務室や選手控え室、記者室、食堂があった。さらにメインスタンド以外の芝生席に2万人の観客を収容した。明治天皇の崩御後、東京市では市内に 明治天皇を祀る神宮を創建することを決定し、代々木に内縁、青山、旧青山連平城に外縁が作られることになった。その外縁に競技場が建設されることになるきっかけは1914年5月に、当時の東京市長、坂谷義雄が、加納寺五郎大日本体育協会会長と共に、日本 YMCA の代表団と会談し、アメリカにおける、 スポーツ行政の話に関心を抱いたことにあった。坂谷は東京市内に欧米式の公園とそれに伴う本格的な競技場を建設するというアイデアを思いつき、それを外援整備のプランと合わせることで現実化した。1915年に明治神宮外援造営のために明治神宮法参会が結成され、造営局に外援の設計と施行を依頼した。 1922年11月9日に低組織が行われるも、翌1923年9月1日の関東大震災によって工事は中断される。その後、工事が再開され、なんとか完成にこぎつけた。総工費は当時の金額で726万円であった。1924年10月25日に明治神宮外苑競技場の竣工式が行われ、 10月30日から11月3日にかけて内務省の主催によって第1回明治神宮競技大会が行われた。明治神宮競技大会は1926年の第3回以降は明治神宮体育会の主催になり、名称が明治神宮体育大会に変わった。以後、1927年の第4回大会から1939年の 第10回大会まで各年で行われた。1939年以降は、厚生省の主催で、明治神宮国民体育大会の名称で毎年行われるようになり、最終的に1942年1943年に、明治神宮国民連政大会の名称になってその歴史に幕を閉じた。1930年5月には、 第二次世界大戦前のアジアでの最大のスポーツイベントである極東選手権大会第9回大会が神宮外苑競技場をメイン競技場として行われた。フィリピン、中国、日本を中心にフランス領インドシナ、オランダ領東、インドなど総勢1800人の選手が参加した。競技種目はサッカー、野球、バスケットボール、バレーボール、テニス、 陸上、水泳などであった。東京での極東選手権大会は、監修の熱狂をもって迎えられ、最終的に延べ50万人の監修を動員した。陸上の吉岡隆則、南部田平の活躍やサッカー決勝の日本対中国戦、野球決勝での日本対フィリピン戦などが人気を博した。1931年の竜城湖事件をきっかけに、日本をめぐる、 国際情勢が急速に悪化していくが、1936年の IOC 総会で1940年のオリンピックがアジアで初めて東京で行われることが決まった。ところがメインスタジアムの場所をめぐって、東京市と大日本体育協会などの思惑が交錯し、紛糾する。東京市は埋め立て事案、現在の晴海付近を大日本体育協会は、 明治神宮外苑競技場案をしていた。その後、議論は2点3点し1937年に外苑競技場改修が決定するも、これを覆して、最終的に駒沢に新競技場を建設するということで決着した。しかし、戦争の近づく国際情勢の中で1938年7月に返上が決定するも、欧州での戦争勃発のため、 1940年のオリンピック大会が行われることはなかった。1943年10月21日には明治神宮外苑競技場で文部省学校報告団本部の主催による出陣学徒総公会が行われ、強い雨の中で出陣学徒2万5千人が競技場内を更新した。1944年に入ると競技場を含む外苑全体が 軍の施設となり、1945年5月25日の空襲では競技場も爆撃を受け、場内に大量に備蓄されていた新炭が3日に渡って燃え続けた。終戦後、明治神宮外苑一帯が新中軍によって接収されると、外苑競技場も照明設備の設置などの改修を受け、ナイルキニックスタジアムという名称で呼ばれることになる。 新中軍による接収は1952年まで続いたが、そのまも日本人の利用は行われていた。1950年10月1日には日本で最初のサッカーのナイトゲームが行われた。この時行われたのは、総計戦で6対4で、慶応義塾が勝利した。1949年には、第4回国民体育大会の陸上競技及び閉会式が、 外縁競技場で行われている。数々の名勝負の舞台となった外縁競技場の最後の熱戦とも言うべきものが1953年3月7日及び14日に行われたサッカースイス W 杯の予選日本対韓国の2試合であった。本来ホームアウェイで行うべき試合が韓国側の日本選手団の入国拒否という装置のために日本で行われた。 勝てば W 杯出場という試合であったが、降雪後という劣悪なピッチ状況での試合は日本が長野間県のシュートで先制したものの5対1で韓国の逆転勝ち1週間後の第2試合は、後天に恵まれたが2対2の引き分けで戦後初の日韓対決を観が制し W 杯初出場を手にした。1954年に第3回アジア競技大会の実施が 東京で行われることが決まると、外苑競技場を取り壊して新たに、国立競技場を建設することが決定した。1957年1月10日から4月にかけて、明治神宮外苑競技場は取り壊された。以後は、国立霞ヶ丘陸上競技場の候補を参照。後藤武雄、国立競技場の100年明治神宮外苑から見る、日本の近代スポーツ、 ミネルバ書処防2013楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。